名古屋ドームには大観衆が詰めかけています。中日ドラゴンズ対広島東洋カープの一戦です。解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。西さん、今日はエース対決です。バッターとしてもモチベーションやはり上がるんでしょうか。いや、もう当然上がりますよね。負けられない一戦ですから、とにかく気持ちを高めて集中力を持って戦っていると思います。そうですよね。非常にファンとしても緊張感を。9回の裏、ドラゴンズの攻撃です。一方カープはピッチャーが変わります。菊池が3番手としてマウンドに上がります。バッターは6番医療。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ドラゴンズ1点ビハインドで迎える最終回です。西さん、最後の攻撃、何としても塁に出たいですよね。まあそうですね、やっぱり意地を見せてもらいたいですよね。この最後の攻撃、ドラマを作れるんでしょうか。これはバット出ず三振です。ワンアウトです。バッターボックスには7番京田。今日はここまでマルチ安打を記録しています。いいですね。今日は調子が良さそうですね。すさまじい集中力を見せています。ワンアウトランナーなしです。見逃し三振、ツーアウトになりました。打順は8番木下。ツーアウトランナーありません。まだ1点差、野球は何があるか分かりません。まあそうですね、やっぱり意地を見せてもらいたいですよね。打ちました。これはどうか。ボールを拾って送球する。これでマルチヒット。2アウトランナー1塁。バッターはダイソーから起用されている渡辺。ヒットでランナーを1塁に置いています。これが初球。ふわふわっと上がった。追いついた。これはチームの士気を上げてくれるようなプレー。最後は内野フライ掴んでアウト。これで3アウト、試合終了。惜しくもあと一歩及びませんでした。ドラゴンズ痛い敗戦となってしまいました。西さん、残念ながらエース対決落としてしまったわけですが、この敗戦チームとしては痛いんじゃないですか。はい、もちろん痛いですね。エースで負けるというのはチームにとっては大きな、一敗になりますよね。ですからこの負けをぜひ次に生かしてほしいですね。勝ったカープ、接戦をものにしました。一方のドラゴンズですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはドラゴンズ敗れてしまいました。今日の解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで名古屋ドームから失礼いたします。